内海収誌は日本の実業家、ゲームプロデューサーである。ソニーで、プレイステーション、セガではドリームキャストの立ち上げに関わる。ディズニーインタラクティブアジア社長、旧エンタテインメント設立者、最高経営責任者、ワーナーミュージック、ジャパン社長、サイワード社長、ウェーブマスター社長等を歴任。なお旧エンタテインメント時代の未内回収人と名乗っていた。 福岡県福岡市出身。母親が家でバレエ教室を開いていた影響で、幼い頃からクラシック音楽や舞台芸術、エンターテインメントに触れて育つ。武蔵高等学校時代は、時間ができると池袋の映画館へ行くほど洋画好きで、この頃年間50から60本は洋画を見ていたという。1986年、一橋大学経済学部を卒業し、 ソニー株式会社に入社。マーケティング部署を志望していたが、配属されたのは、管理部門の本社経営企画室で、そこで、国内外連結市会社の業績管理を務める。また、同社の海外留学制度を利用し、ペンシルベニア大学、ウォートンスクールに入学、1991年に卒業、MBA を取得する。帰国後、 いくつかのエンターテインメント関連のビジネス管理、調整役として働く中で、ゲーム機プレイステーションのプロジェクト、そしてソニーコンピュータエンターテインメントの立ち上げに深く関わることになる。1994年、同法人のバイスプレジデントに就任する。1996年、入り混じり小一郎に誘われて、セガのアメリカ法人である、セガオブアメリカに転職、取締役。 シニアバイスプレジデントに就任する。セガコンシューマーソフト事業部副事業部長等も務め、ドリームキャストや同期向け各種ネットワークゲーム、桜大戦、スペースチャンネル5などを手掛ける。2000年、ディズニーインタラクティブ社のアジア太平洋代表に就任。キングダムハーツには、ディズニー側のプロデューサーとして関わる。2003年、旧エンタテインメントを、 水口哲也と共に設立し、CEO に就任。同社で最初に手掛けた、ルミネス及び、メテオスが、アメリカのゲームレビューサイト、メトクリティックで、それぞれのプラットフォームの一位となり、注目を集める。2014年、株式会社ワーナーミュージックジャパン、代表取締役社長に就任。2016年、株式会社ユーキャストラボ代表取締役社長。 およびライオンズフィルム株式会社特別顧問就任。同年、株式会社サイバード代表取締役社長に就任。2019年からは、セガサミーホールディングスで、上席執行役員として、ライブエンターテインメント、およびオープンイノベーションを担当して、ウェーブマスター代表取締役社長を兼務。2020年セガ取締役 CSO。 2021年セガ取締役副社長ゲームコンテンツサービス事業本部長兼編成局長。ありがとうございます。